ようやく俺の第一の旅が終わりを告げた。今日お前とここに来たのは第二の旅立ちを始めるためだ。第二の？お前との旅だ。俺の魂はお前によって第一の死から解放された。次の死へと向かう旅をこれから始める。青葉、俺の前から姿を消したミンクを探して緑島から遠いこの地まで追いかけてきて、ミンクと一緒に暮らし始めてから1年の月日が過ぎた。最初は慣れない土地でいろいろと大変だったけど、今じゃ結構馴染んだんじゃないかと自分でも思う。仕事も家から一番近い町の商店で週3日ほど手伝わせてもらってる。言葉や習慣が全然違っても必死にやればなんとかなるもんだなって思ってたりもして、決して余裕があるってわけじゃないけど、俺はミンクとの生活をそれなりに楽しんでいた。そんなある日のこと。青葉、大丈夫か？なんか急に熱が出たんだよな。風邪の予兆とか全然なかったのに。疲労しているのかもしれないな。青葉自身が気づかないうちに疲れが溜まっていたんだろう。そうなのかな。具合はどうだ？ミンク。まだ熱あるかな。もう少し寝てろ。でも。寝てろ。冷たくて気持ちいい。これで少しは楽になるだろう。薬は飲んだのか？うん。ミンク。なんだ？ありがとう。着替えを持ってくる。汗をかいているだろう。体を拭け。あ、そんな悪いし、自分で取りに行くから大丈夫。何か言ったか？ああ、すみません。おとなしく寝てろ。はい。ミンクなりの優しさなのだろうな。そう思う？ああ最初は分かりづらかったけど、ミンクって結構気遣い屋っていうか優しいよな。そうだな。入るぞ。あ、うん。着替えと体を拭くための布を持ってきた。ありがとう。起き上がれるか？服を脱げ。うん。ほら、
拭いてやる。え、大丈夫だよ、自分で。いいからじっとしていろ。こっちはどうする？こっちって、え、下はさすがにいいよ、あとで自分でやるから。そうか。横になって静かにしてろ。うん。ありがとう、ミンク。あ、そろそろ仕事に行かなきゃいけない時間なのに。ごめん、朝食も作れなかったし。気にするな。俺はもう出るが、ルラカンを置いていく。何かあったら言え。うん。今日は安静にしてろ。いいな。はーい。ここは？この匂い知ってる。ミンクがたまに家で炊くこの匂いだ。でもここって森の中だよな。すげえ綺麗なとこだな。日差しもあったかくて気持ちいいし。でもなんでだろう、知らない場所のはずなのに妙に懐かしい感じがする。誰かが何か言ってるけどよく聞こえない。なんて言ってるんだろう。ん？具合はどうだ？うん、まだだるいけどだいぶマシにはなったかも。熱は下がったようだな。そっか、よかった。あ、なんかさ、夢を見たんだよな。夢？うん、すげえ綺麗な森の中にいる夢。森というとこの近くの森だろうか。どこなのかははっきり分かんなかったな。人の姿がなんとなく見えて、みんな楽しそうにしてて気持ちのいい場所でさ、途中で誰かに話しかけられてたみたいなんだけど、よく聞こえなくて、なぜか聞かなきゃって思って必死になって、でも全然ダメだったんだよ。夢の内容は精神状態や体調が影響することがあると聞く。風邪をひいているからそのようなもどかしい夢を見たのではないだろうか。そういうもん？おそらく。まあ確かにこっち来てから最近やっと落ち着いたって感じだもんな。それまでは緑島に戻ったり仕事探したりで結構ドタバタしてたし。ああ、疲れが一気に出たのだろう。しばらくは無理をしない方がいいだな。あ、
今何時くらい？午前10時だ。じゃあそろそろ起きるか。大丈夫なのか？今無理をしないと言ったばかりだが。顔洗いたいし何か食べたいんだよな。少し食欲出てきたっぽいし。そうか。だがくれぐれも無理をしないように。オッケー。よっしょっと。よし、洗面所行ってくるな。